それは世界に革命をもたらした新たなエンターテインメント。仮想空間であるここドリンクワールドではボトルマンを使った真剣勝負ボトルバトルが繰り広げられている。最強のボトルバトラーボトルキングを目指して。どうすりゃいいんだコーラ丸。俺寮のこと何も知らない。でも仲良くしたいな。一晩考えな。勝つために何をしなくちゃいけねえのかを。これ以上やっても無駄だ。チームワークがなってね。もういい。僕一人の力で戦う。それじゃあ勝てねえって分かったから一緒にやるって決めたんだろ。要は亮と仲良くすりゃいいんだよな。仲間か。今さらそんなもの。分かっているさ、このままじゃ勝てないというのは。だが、決着をつけたら一緒に。僕に正面から突っかかってきたのはコウタが初めてだったな。今コウタって言ったか。会長の孫だからっておだてられてさ。さすが天才。俺たちとは次元が違う。関わらない方がいいよ、ああいうタイプ。ボトルバトルで俺と勝負しろ。まったく僕というやつは自分に素直になれないな。ごめん寝坊した。あれ、寮は今朝ドリンクワールドのルームを指定してきて、そこに来いって連絡が来たぜ。お、要するにいつも通りコーラ丸でドリンクワールドに行けばいいんだよ。なるほど、行くぜコーラ丸。おう。なんなんだここ、いつものドリンクワールドと全然違う。指定されたのは寮のプレミアムルームだったな。なんだそれ。ランカーのボトルバトラーがもらえる自分専用のドリンクワールドだ。ランクが上がれば自分好みにカスタムできるんだぜ。じゃあ俺もいつかもらえるのか。今度詳しく教えてやるぜ。とあんなところに嫌がったか。来たか。どうしたんだよ寮、こんなところに。なんだ、お前さんがやったのかい。駆け上がれアクアスポーツ。コウタ、君はこの滝を越えることができるか。俺とコーラ丸に越えられないもんなんてねえぜ。見てろよ、弾けろコーラ丸。ちょっと駆け上がれアクアスポーツ。何をしている、早く次を撃て。おお、次だ。おお、弾けろ。すごい、だんだん滝を登り始めている。あれ、でもオーラが消えてる。二人とも力を抜いてる。そうじゃねえ、あれはまさか。ああ、間違いない。雑念を捨て、ただボトルバトルを楽しむ者だけがたどり着くという究極の境地。その金色のオーラの名はサークリングノーバー。君と初めて戦った時、とても楽しかった。
コータが思い出させてくれたボトルバトルの楽しさを。俺にボトルバトルの楽しさを教えてくれたのはリョウなんだぜ。ありがとな。クラッシュマシンガン。キャップ打つの面白い。ああ、まったくだ。ハハ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